続いてはメロンに負けない甘さだそうです。富士見町で食用ホオズキの出荷が最盛期を迎えています。新感覚スイーツも注目を集めています。取り頃はこういう茶色いのが開けますともう綺麗なオレンジになってます。これも糖度14、15はありますね。糖度を14から15というとメロンと同じくらいの甘さです。加瀬木秀夫さんは富士見町で食用ホオズキを栽培しています。標高1000メートルの高地で寒暖の差が大きいことと日照時間が長いことからジューシーなホオズキが育つといいます。じゃあこれ食べてみますか。すいません、いただきます。カメラマンが試食させてもらいました。すごい甘い。濃厚ですね、味が。そうですか。天日干しにした後日陰で1週間ほど成熟させます。一般販売はインターネットのみで20個入り1000円です。バレンタインやクリスマスのギフトに人気が出ているチョコレートホオズキ、菓子メーカーが去年1月から販売を始め爆発的な人気になっています。切って裏返してこう、この部分にコーティングするんですね、チョコレート。正直びっくりしました。美味しくて。そしてスイーツ第2弾として今月発売されたのが羊羹です。あんの中にはホオズキが丸々1個入っています。年間1150キロものホオズキを出荷している加瀬木さん、どれも殻が綺麗で身の色が美しい一級品です。美味しさの秘訣は、ハートですね。やっぱりそのものに対するどれだけその情熱がかけられるかっていうか。ホオズキの出荷は霜が降りるまで続きます。